だからはっきりしておかなきゃならねえことがある。お前がなんで赤月に入ったかなんてのはどうでもいいことだ。別に聞きたくもない。聞けよ。見ての通り、俺はこの首切り包丁で敵に切り込んでいく。で、お前は剣術加藤手裏剣術。随分と控えめな野郎だな。一つ忠告しておくぜ、相手を見た目で甘く見るんじゃねえぞ。了解。何やつ、そこをどけ。おのくせ者、カトン豪華級の術。なんならパートナーを変えてもらうのはどう？私とツーマンセルというのは。おいおい、ようやくフォーメーションが固まってきたんだ。引き抜きはなしだぜ。お前たちの働きによって暁の名も裏世界で広まってきた。依頼される仕事の規模も大きくなり、それに見合った報酬も手にできる。リーダーの考えに間違いはない。任務を割り振る。呪詛、お前たちは水の国からの依頼だ。無茶ぶりしやがれ、あんな神器くせえとこは二度と行きたくなかったんだがな。この川が国境だが、水の国に来たことはあるが。任務ではない。お前はまだいいぜイタチ。この歯はぬるい。もし俺が霧隠れに捕まったら、お前の手でさっさと殺してくれ。余裕があれば。頼む、命だけは。待ってくれ。あれで賛否の陣中力だ。お前に言いたいことは海ほどあるが、少なくともその首切り包丁は里に返してもらう。まだ死んだわけじゃない。じゃあ誰かに何か伝えたいことがあれば聞いておく。バカ野郎、俺はただこの元いた場所でくたばるだけだ。この忌々しいちぎりの里で。美和十三がやられた。やられたのはもう一人いる。敵にやられたというよりは味方にやられたというところだ。あの野郎がグズグズしてただけだ。かわせばいいだけの話。暁はツーマンセルで動く。イタチ君とは私が組むわ。てめえ俺をコケにする気か。暁には新しいメンバーが必要だ。その時までこの件は保留にする。